皆さん、こんにちは。今回は、栄光のクロニクルオーダー引いていこうかと思うんですが、ちょっとその前に、えっと、IF 攻略会議で出てくるこのコアルジャック <laughs>、すごいですね。もうこの並びは今しか見れないということで、ちょっと、あの、動画に残しておこうかと思います。ここね、ちょっとね、映しておきます。というわけで、とりあえず引いていきますかね。 でこの栄光のクロニクルオーダー、いろいろあるんですけど、俺、これが欲しいんですよねえ。彩りのヒロイン小春、これが、た、まあ、多分そのうち、クロニクル小春とか言われるようになると思うんですけど、まあ、筋力増強のパーティーバフがあるんで、まあ、ずっとね、欲しかったんで、しかも、まあ、スイッチゲージ76なんですけど、フェイントっていうスキル、あの技名なんですよ。でフェイントって で、これですね。まあ、誰でも持ってると思うんですけど、このディフェンサーリーテンがフェイントで、まあ、単体2連撃なので、これと同じやつですね。まあ、試しにディフェンサーリーテンを打ってみると、結構早いんですよね。2連撃で衝撃の入りも早いし、あの、短いんですよ、モーションが。これが本当に大きくて、まあ、多分フェイントって技名だから合ってると思うんですけど、とにかくこれが欲しいと。 ほ、まあ、他にはこれ片手直剣のコネクト、まあ、これもすごい強そうですけどねあと探検の風モッドも、まあ、残風なんでまあ83層フロアボスに行きそうな感じはしますよねまあキリと2枚っていうのもあでも探検でキリと2枚はちょっときついのかなこれ追加効果が3つなんですよねモッドスロット枠だからすごい強そうなんですけど風ダメめ100%と。 え、攻撃100、あ、違う、1000上か、あるんで。まあ、ただ俺、探検の強いモッド素材持ってないんで、まあ、あんまり当たっても使いづらいとは思うんですけど、あとは槍の、えー、これはコネクトで槍、あ、ざん、え突風か。突風、あんまり、えー、槍で手に入ってもあんまり嬉しくないんですけど、もしかしたら後で使うかもしれないですね。で、次、弓で、ウィンドパイルバフ。 ウィンドパイル略してウィンパー略、ウィンパーって言うとなんか、あの、ラッドウィンプスを思い出しますけど。なんか懐かしいな、ラッドウィンプス。<laughs> ま、あその話は置いといて、一つ強化バフ、これがすごく欲しいですね。あの、強いですね。まあ、コネクトに入れればチャージ時で自動的に発動されるんで、ま、あ突弱のバフ、まあ25、25%も最大かかるんで、まあ、これかけながらね、あの、スイッチが65も溜まるんで、これすごくいいスキルですね。 片手再建のフレームパイル。これもね、片手再建で非属性使うんだったら強いし、まあ、裏セット片手再建にして、えー、フレームパイルかけるんだったら、まあ、すごくいいし、まあ、スイッチ80も溜まる。まあ、ブレイクは40か。こっちは、えー、ブレイクが28。ああ、そんなでもない。これはブレイク33、普通。これもブレイク普通、ブレイク普通。あ、ブレイク、あ、これブレイクすごいいいやつなんだ。えっと、何連撃だでも単体7連撃か。 まあでもブレイクが57もあるからなんかで、あ、あれか、えー、次の83層、まあもう出てるか、83層で、ブレイクしつつコネクトみたいな感じになるのかな。これね、プレミアっていうキャラがね、あと、セリスカとか、セブンとか、もう今まで出たことないやつですね、あ,あの、IF に。これ、ドロシーもそうですね。えー、ドロシーはラス、コレラストリコレクションプレミアはホローリアリセーションホローリア らしいですけど俺あの IF 以外マジで詳しくないんで全然わかんないんですけどまあそのゲームシリーズで出た,らし出たキャラらしいんですけどねすごいですねいろんなキャラが一気に出てきてしかも安倍氏先生イラストのやつですよねあやっぱ書いてありますね原作イラストレーター安倍氏先生の書いたこれすごいねこのイラストねほんとやっぱ好きだしやっぱ SAO ファンとかも本当にやっぱ気に入っているような。 え、なんじゃないで、なんかね、気に入ってる人多いんじゃないでしょうか。あと、斧の筋力増強で、これがスイッチ140も溜まるのが、まあ、きいと。で、ワルツだから、まあ、めちゃくちゃ、あの、技が長すぎるわけでもない、モーションが。な、ないし、まあ、筋力増強も一応かかるけど、まあ、この筋力増強維持するかどうかっていう問題もあるんですけど、 ま、斧だとそのスタックブーストいっぱい積むより他の積んだ方が強い、積んだ方が強い場合もあるらしいんで、ちょっと俺は斧あんまりあの、そういうのやったことないんでわかんないんですけど。ま、斧でもやっぱスタック積むと強い場合もあるのかなわかんない。やったことないんで。ま、今度やってみようかな。ま、いろいろあるんですけど、ちょっと始めたての人は、なんかその強いスキルを活かすためのバフとかが多いんで、 まあ、モッドスキルあるとしても、この探検とかだけど、探検も結構スキル揃ってないと強くないっていうのもあるし、まあ、コネクトチェーンね、こういうやつならね、まあ、強いっちゃ強いんですけど、まあ、61層のナーシャに使うくらいで風だから。まあ、他にもね、どうなんだろう、モッドあんまりないですね。まあ、一応これ火力出ることは出るんだけど、あの、始めたての人はまずモッドとかのが、 まあおすすめではありますよね。まあ残価性なんか強いの持ってたらこれも、まあ使えないことはないっていうか、まあ全然いいスキル、ブレーク値高いしね、全然いいとは思うんですけど、まあ俺はもうこれですね。これが出たらもう撤退しますね。まあ、これ以外そんなめちゃくちゃ欲しいっていうスキルはそんなないんで、まあこのセリスカはまあ欲しいかな。あ、でもこれも欲しいな。このスイッチ、スイッチ140は欲しいな。あ、でも見てたら、 思ってる結構欲しいのいっぱいあるな。全然引いて損はないと思うんですけど、でも多分、これって、このオーダー、あの、ここで逃したら、なんかなかなか手に入りにくい、しかも別ゲーのキャラがいっぱい入ってきてるんで、こういうコラボ系のオーダーって、まあ、もう、これ以降出ない、この、他のあのオーダーに、新規オーダー、これから出る新規オーダーに収録されない可能性があるんで、 あのー、やっぱそういうの気になる人は引いた方がいいとは思います。まあ、とりあえず、えー、ステップ1引いていこうかと思います。筋力増強のパーティーバフ出るまで、もう絶対粘ります。 ま、アルカナジウム5万くらい、あのー、頑張って貯めてきたんですけど、あの、筋力増強のパーティーバフ出るまで、とにかく使いまくる感じですね。もう5万全部使い切っても、まあ、狙いに行く感じだと思います。まあ、これアビリティだから飛ばすか。まあ、ステップ1はこんな感じでしたね。まあ、全然 <laughs>、ま、ま、ステップ1だからね。あの、そんなすぐ出るんだったらね、こんな、あの、頑張って貯めたりしないんで、まあ、まあ、ま,あまだまだ。 おーおーおお、何あ、槍のセブン出た。やったー。おお、いらねいらねゴミ。あ、でも、ステップ2なのに結構出るんだね。すごいね。え、ステップ2って結構いいんじゃないだって、で次、次、あれでしょ、ステップ3で書くってあ、これ、アイコンがちゃんとセブンだ。これ、なんかさ、あの、他のキャラとかもさ、映ってんだけど、アイコンはちゃんとこれなんですよ。あ、いいね。俺、このキャラ見たことないから、あ、なんか、 嬉しいなえっとやりであ風がが上がるやつかでもキリと2枚も入れないとあかんのねえー、嬉しいでもあ次捨てさんかとりあえずちょっと受け取ってこの栄光のクロニクルオーダーの俺が狙ってる小春これ小春のスキルなんですけどこれ真ん中えっとストレアかなだからこれストレアのスキルに見えるんですけどこの左上の小春がちゃんとあのスキルレコードこの所持スキルに レコードのアイコン見たときにちゃんとその、あの、アイコンになってるみたいなんで、まあ、あの、それですぐわかるっていう感じですね。まあ、とりあえず、ステップ3いきまーす。ま、あ片手コン以外は基本飛ばしていく感じで。おー、いら、らんあ 持ってる、持ってる、持ってる。被ってしまった。まあ、少し嬉しいな。あの、限界突破したいとは、おー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 いらないけど、持って、あ、持ってないけど、いや、でも回避率上がるから、まあ、ないよりは、いいんですけど、まあ、メモリア小石、まあ、もらえるんで、まあ、次ね、気を取り直して、ステップ4いきます。まあ、こんなね、こんなすぐね、出るとは思ってないんで、まあね、すごいね、爆死しまくるの覚悟で、あの、今日は、望んでいるので、ずーっとね、 このためにね、いくら爆死してもいいように貯、ね、めてきたんで、もうずーっとね、どんなに、あの、欲しいスキルあっても、ずーっと貯めてきたんですよ。まあ、こういうコラボ系のオーダーとか、で、かつ、やっぱ欲しい効果があったら弾きたくて、まあ、楽園とか、その、パーティーの、まあ、筋力増強とか、あの、状態異常耐性です。おーやったやったあ、え、マジでえ、確定枠じゃないのに来たよ。 えーめっちゃ嬉しいえマまじで弓のあれじゃんあの突バフかけながら突尺バフかけながら弓でいけますね片手ンのマーク出ないなあーまだであおお来こい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 おおー来た来た来たえ来クんンじゃねかくせおおおアクセルアクセルあおおおた来た来た,来たおお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 お うわあ、来たわあ、やった、やった、やったえ、嘘えありがとう。え、こんな早くに来て。しかもこれも欲しかった。え、マジかよ。あ、やったあーやったありがとういや、<laughs> 今回も、ちょっとただの自慢動画になってしまいましたね。<laughs> すいませんね、皆さん。<laughs> 自慢動画になっちゃったよ。<laughs> ちょっとね、ここにね。 あの、ちょっと紛れ込んで、紛れ込んで終わりにしようか。あ、一応あれか。攻撃モーション見といた方がいいか。えー、っと、えっと、これ装備します。えー、彩りの、えー、なんだっけ彩りのヒロイン小春の、えー、モーションいきます。あ、やっぱあれですね。想像してた通りですね。で、これがディフェンサー、あディフェンサーリーフェン、あ、ちょっと早い。 ディフェンスはリーフェ、リーテンのがちょっと早い。もう一回行きます。えっ、ー、と、彩り小春。これがフェイントストライク。あ、同じくらいですね。そんな、そんな変わんないかな。てか全然変わんないな。まあ、いろいろちょっと手に入ったんで、まあ、手に入ったやつのモーションね、せっかくなので、まあ、見ていこうかなと思います。えっと、確か弓の、え、チェリスカと、えっと、槍ですね。槍の、 えー、セブンか。セブンがコネクトか。あ、やべえ、なんだかプレイ遊び、ちょ、か、固まった。ちょ、固まった。固まった。ちょ、リログします。嘘とりあえず戻ってきましたけど、あれ何これえあ、これ何こ、あれか。あの、この、限界突破数、これ書いてあるところ、プラス5とかになってるけど、これなんか金色になってんなと思ってたら、これあれか。限界突破の数、 あの増えるごとにその上がるこのスキル威力が高いやつはこの金ピカピンになってんだあ知らんかったわ今までそういうの、えー、得られたことがなかったので,でとりあえずねこの槍のセブンと、えー、弓のチェリスカの、えー、スキルモーションを見ていこうかと思います槍のセブンかな 遅い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 。あ、長い長い。ちょっと長い。え、これ何単体攻撃 <laughs> な何ちょん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 って。あ、全体8連撃か。あ、これが、えー、関突スキル威力が1980になると、これで、なんか、モブ狩りとかできんのかなモブ狩り、あ、これ3連結目とかでモブ狩りできちゃうのかなどうなんだろうこれ、ほい、ちょんちょん、ほいほいほい、ちょんちょんちょん、ほい。えー、弓の、これがセリスか これか、あの、自分の中心の円形の、あの、自分の周りだけ矢が降り注いで、自分の頭の上に槍が降り、そ、矢が降り注がないか、あの、心配になるやつね。あスコールね。あ雨、雨が降ってくる。あの、スコールみたいなこれ絶対自分の頭に矢刺さってるだろ、降り注いで。ほい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 、ちょん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 、あいー。<laughs> <laughs> おもろいな。ということで、えー、これで今日のガチャ動画は終わりに、えー、いたします、えー。ご視聴ありがとうございました、えー。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。はい、ではまた。